今夜はですね、この西武対阪神戦スペシャルゲストが来てくださっておりますので、放送席ご紹介しましょう。桃色クラバー Z の玉井しおりさん、高木れにさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち前のアイドル、週末ヒロイン、桃色クラバー Z の高木れにです。玉井しおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もお二人気合が入ってまして。もちろんフル装備で来ましたよ。高木さん、あの阪神の佐藤輝明選手のユニフォームとマスクと。そうなんです、もうこれはもう持参で、あの自宅でいつも試合をテレビの前で見ているときに着てる、あ、そうですか。はい、もう参戦服です。あ、すごいですね。玉井さんもあのライオンズのユニフォームをフル装備で、はい、そうですね、今年開幕の始球式を、ね、やらせていただいたのもありまして、今日は私は西武ライオンズを応援したいと思います、はい、玉井さんは西武のユニフォーム、そして高木さんは阪神のユニフォームでがっちり固めていらっしゃる、そして2回の表は佐藤輝明の第1打席ということで、高木さん注目していきたいですね。初めてだもんね、生で見るのは、はい、そうですね、なんか個人的に注目しているのは、佐藤選手の力強いスイングっていうのがちょっと一つの魅力じゃないですか、今まで。それに加え、その最近は、あのマルテ選手のこう見極めがすごい強くなってきたっていうのが見たんで、そこもちょっと見ていきたいなと思います、はい、ターボックスはタイガースの6番昨日3ホーマーの佐藤輝明です。そして今日はスペシャルゲストに桃色クローバー Z 玉井しおりさん、高木れにさんにお越しいただいてますが、高木れにさんはもうあのタオルを掲げて、注目してます。さあ今井、注目の1球投げた、ストライク、ノーボールワンストライクです。高木さん、この佐藤にエールを送るとしたらどうですか。応援してる、届いたんじゃない。テルだけに応援してるですね。応援してる、打てる。投球2球目です。投げた、空振り、ノーボール、ツーストライクです、まあ、これあの本人もおそらくももクロのお二人が来てるっていうことは知っている感じですね、知ってると思いますよ、そうですよね、はい、ですからあの河合さん、パワーもこう一層力入りますね。そうですね、あの井上ヘッドコーチが、はい、なんか今日そんなこと言ってましたんで。そうですか、はい、もちろん本人も知ってるでしょう、はい、3球目打ってファウル、ノーボール、ツーストライクになっています。玉井さんは逆にこのちょっと複雑ですね、もののすさんだから応援したい気持ちもあるんですけど、でも西武ライオンズの応援に来てるので今日は、はい、ちょっと複雑な思いです。そうですか、ノーボール、ツーストライク、ピッチャーライオンズの今井です。バッター佐藤輝明に投げた、アウトコース、ボール、ワンエンドツーです。まあ、昨日は第1打席あの泳ぎながらセンターバックスクリーンのところに持っていって、はいはい、そして2打席目は左中間、3打席目は右中間の深いところという、この佐藤輝明です。高木れにさん、そして玉井しおりさんが来ています。4球目投げた、打ちました、ボテボテのピッチャーゴロ、全力疾走、佐藤輝明キャッチャー取る、一塁へ送球、取りました、アウト。佐藤輝明第1打席はピッチャーゴロでワンアウト。いやー、これは高木さん、次ですか。どんどん切り替えていかないと。その通りです、これもう切り替えて次行きましょうね、切り替え大事ですからね、はい、そしてバッターは佐藤輝明が入ります。2アウトランナーなし、1球目を投げました、打ちました、ボテボテの打球はピッチャーゴロ、ピッチャー左取った、1塁へ送球、ピッチャーとアウト、山川が取りました、佐藤輝明ピッチャーゴロ、高木さんピッチャーゴロになってしまいました。ちょっと残念ですけど、はい、まあ、また切り替えですね、はい、そうですね、次の打席ね、次々っていう、まだまだ打席ありますからね、そうですね、でもちょっと1点ぐらいは取り、うん、同点ぐらい並びたいですね、そろそろ。そしてここで、わー、やばいぞ、6番の佐藤輝明が左バッターボックスへと入ります、ね、こうなってくると、はい、まあ、キャッチャーがマウンド行く、うん、ベンチは出てこないですか。ベンチ出てきません ね、動きなし、うん、出てこないですね、ということはピッチャーの交代はなしですけど、で、はい、でもやっぱりこういう展開になってきて1点セーブリードでしょ、はい、で1人ランナー出て佐藤ってなったら、まあ、ツーランホームラン打たれたら逆転で誰もが分かるわけ で、 そうです、ね、やっぱこういうところ の、 この心理面で、ね、いろいろこう変化が起きてくる可能性っていうのはやっぱりあるので、うん、まあ、こういうところがこういう接戦の場合は面白いですね、面白いですね、はい、面白い。さあ高木さん、今日一番と言ってもいいぐらいのターニングポイント来ましたよ、はいはい、そうですね、ちょっとお願いします、すごい、はい、佐藤輝明のタオルを掲げて高木れにさん応援、ワンアウト一塁です。バッター佐藤輝明、1対0、1点をタイガース7回の表、投げた、1球目アウトコース、高め外れました、ボールカウント、ボールワン。今日佐藤輝明はキャッチャーゴロとピッチャーゴロ、うん、
2打数ノーヒット、うん、この打席は多分本人ね、はい、まあ、今日の3打席の中では一番集中してるでしょうね。あ、そうですか。やっぱりランナーがいる、長打が出れば逆転っていう風に考えてると思うんで、ここは集中してると思いますよ。2球目空振り、151キロ強振しました。ボールカウント1ボール1ストライク。河合さん、今のスイングどうですか。結構フルスイングで思い切っていきましたね、うん、まあ、ただ狙ってるボールではなかったかなと思いますね。そうですか。ちょっとボールがアウトコースでしたからね、うん、ワンエンドワンです。右半分の今度はタイガースファンが応援バットを鳴らしての応援を続けています。ワンエンドワン、投球3球目投げました、空振り、ワンボールツーストライクです。高木さん、ここは願いがなんとか佐藤選手に通じるといいんですが。そうですね、いやでも本当に多分なんとかしたいと思ってるのは、うん、一番本人と思ってる、うん、そうですね、ことだと思うので、私はひたすらもう祈ることしか、できないですね、うん、今日はタイガースのハチマキ、タイガースのマスク、そして佐藤輝明のユニフォームを着て、はい、この放送席でエールを送っています。高木玲二さん、バッターボックスは佐藤輝明。投げた、空振り三振、しかしキャッチを弾いているが、これはファーストランナーサンズがセカンドに行きました、うん、結局空振り三振で佐藤は一塁には、まあ、これは空振り三振でツーアウト二塁に変わります。キャッチャーがボールをこぼしている間に行きまして、時刻は8時になりました。来たよ、はい、ミミちゃん、よし、これはもう黙ってみますか。高木レニさんがタオルをもう顔の前につけて横に広げています。佐藤輝明投げた、1球目ストライク、ピッチャー平海馬、ノーボールワンストライクです。厳しいね、今インコースのズバッとくるボールでした、いやー、これはもう祈るような気持ちで高木さんは見ています、はい、佐藤輝明、今日の4打席目、ここまではヒットなし、ワンアウト2塁、投げました、空振り、147キロノーボール2ストライクです。すごいね、147キロのこれカットボールですね。カットボールだね。変化球、ストレートじゃありませんからね。すごいですね。さあ、ツーストライクになりました。マウンド上、ライオンズの平海馬、ワンアウト二塁、1対0、1点をタイガース、打席には佐藤輝明、投球、第3球を投げました、空振り三振、佐藤輝明、空振り三振でツーアウト二塁、すごい、三球三振に倒れてしまいました。同い年対決だったのかな、平と佐藤ですかね、はい、もしかしたら、そうですね、同い年対決ですけども、ちょっと表情が変わった気がしましたもんね、平と。あ、そうですか、玉井さん、そのあたりの表情もなんかキリッとなんか、来たぞみたいな、ここは抑えなければいけないという平の意地もありました。ということで、ゲスト桃色クローバー Z の玉井しおりさん、はい、高木れにさんをお迎えしてお届けしてまいりました、はい、まあ、最後の最後までわからないという展開でしたけど、最後は高井さん、ちょっと悔しい感じになりましたね。めちゃくちゃ悔しいですけど、はい、でもやっぱこうして生で見れたやっぱ幸せと、はい、選手の皆さん本当に一生懸命だったのはもう伝わってきたので、まだまだ試合続くので怪我なくこの先も頑張ってほしいなと思いました、まあ、佐藤輝明選手、今日は残念ながらあのヒット、ホームランは出ませんでしたけど、いやでも昨日やってくれましたし、もう次です、明日、明日頑張ってほしいです。行きましょう。まあ、玉井さん、ライオンズの方は最後はあの岸潤一郎がボールをキャッチして、はい、そうですね、ライオンズ勝利になりました。いやー、よかったです。やっぱちょっとなんかいろんな展開でね、何度もピンチとかもあったんですけど、はい、その1点をね大切に最後まで守りきってくれて、あのこの勝利は嬉しいです、うん、とっても、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。